こんばんは。こんばんは。誕生日おめでとう。ありがとう。改めてありがとう。もうお風呂に入っちゃった中村です。ちょっと髪結ぼう。こんばんは。ありがとう。わ、クラッカーハートピカピカ、お疲れ、ありがとう。そうなんですよ。なんと、君は希望の光。ケーキもありがとう。はい、なんか高さが中村舞誕生日をもう終わるんですけど、クラッカーありがとう。無事迎えることができ、そうなんです。よいしょ。え、このもうこの時間生まれたてぐらいじゃない？おぎゃ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 、生まれました、中村舞です。すごい、タワーありがとう。そう、昨日の昨日のたくさんギフトいただいたやつがちょっと今確認してもらってるので、少々お待ちいただけると嬉しいです。ちょっとまだね、そう、ちょっと待って、なんかすごい、なんか卵の縁がついた。ホフマンさん、ホフマンさん、ありがとうございます。あとりょうさん、りょうさん、ありがとうございます。サルキチさん、ありがとうございます。書いとく全部これ。たかのりさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがたわです。全部何ですか、別の日に、そう、なんかいろいろさせていただきます。ありがとう。元町さんかな、ありがとうございます。もりもりさんもありがとうございます。ありがとう。ちょっとね、昨日ねメモができなくて。誕生日おめでとう、ありがとう。無事に迎えました、ありがとう。今日は今日もリハだったんですけど、メンバーのみんなにもお祝いしてもらって、そう、おめでとう、ありがとう、おめでとうございます、おめでとうございます。いっぱい言ってもらって、応援してありがとう。あ、応援してるだった、応援してる、ありがとう。ケーキはそう家でもあって、それ生クリームのその時にお祝いしていただいたやつもいただいて、ダブルケーキですよ。あ、くまくまありがとう。いや、食べきれてませんよ。なんで明日からケーキ生活しようかな。早めに食べないといけないからね。朝昼晩ケーキになりそうだね。どうもありがとう。
とうございます。サプライズ、そうサプライズだったよ。あ、ボンちゃんありがとうございます。ボンちゃんさん、ボンちゃん、ボンちゃんとピロミンさんも、ありがとう。カズさんもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。そうなんです。すごかったんです。なんかなんかレッスンの時に、最後の終わった時に、レッスンが終わってからなんかお祝いしてもらったんだけど、なんかねこう曲をね練習してて、そしたらなんかダンスの先生がちょっと残ってみたいな感じで、この曲の固めしたいから残ってみたいな感じで言われて、でなんか曲のこう振りをねみんなで揃えることを固めって言うんですけど、振りを固めるって言うんですけど、なんか振りの固めしたいからちょっと残ってって言われて、でもなんかその振り結構揃ってる振りだったんですよ。だけどなんか振りの固めしたいから残ってって言われて、でなんかあ、この振り固めるんやって思いながらやってて、そう、そしたらなんか先生も協力してくれてたみたいで、そう後から言われました。そう、みんながその間になんか準備してくれてて、で先生が後からなんか中村ごめんねって、もう十分固まってるんだけどねってごめんねって言って無理やりだったかなって。そう、でもでなんかいつもダンスのレッスンするときに音を出してくれたりする人がいるんですけど、その人がハッピーバースデーの曲を流してくれてそうサプライズしてくれました。かわいい花束ありがとう、卵もありがとう。もっちさんありがとうございます、ありがとうありがとう。ね、心がほんわかしました。東京のスワンさんもありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう。すごいね、めちゃめちゃギフトをいただいて、何描こうかな、なんか絵描きたいんだけどね、いつも何描こうかな、んか絵描いて載せる、うん、お祝い最初誰でした。いやもうこれはこれは千穂ちゃんが一番に LINE を送ってきてくれてました。千穂ちゃんが本当にもう0時0もうなった瞬間になんか LINE の通知が来てるなって思ってたんですけど、そう千穂ちゃんでした。で朝行ったらなんかおきちゃんが私が一番だったって言ってきて、いやおきちゃんは4月3日に送ってきたやんって私が一番だったとかって言ってきて、なんかすごい堂々と言ってきて、いや前日に送ってきたやんかみたいな一番かもしれんけどフライング。フライングですよ。マンゴーありがとう。コンプラ違反。
あ、のままるさん、ありがとう、ありがとうございます。のままるさん、ありがとう。そう、なんかでも本当に朝レッスン場行って見たら、なんかおきちゃんと、おきちゃん、なんか朝だったかな、午前中ぐらいに、そう、おきちゃんとパッて目が合った時に、なんかすっごい大きい声で、なんか今日は中村舞ちゃんの誕生日ですおめでとうとか言われて、やめて、ちょっとそんな大きい声で言わんとってと思って、ハッピーバースデーとかってなんか大きな声で歌われて、あのもう本当にあのレッスン終わった後にみんなでサプライズしてくれたんですけど、おきちゃんが一人でなんかセンター祭、一人でセンター祭みたいなの初めて、ちょっと待ってて、まだレッスンまだそう始まる前のみんなまだね、そういる中で一人でね、テンションがバグってましたね。おめでとう、ありがとう。サプライズを隠すためかな、いやそれがなんか、おきちゃんも一緒に振りの片面をやってたんですよなんかおきちゃんも残ってって言われて、なんでおきちゃんもサプライズの時にびっくりしてて、おきちゃんわー知らなかった、おきちゃんもサプライズ受けてた、私と一緒に居残りしたからおきちゃんは朝一人でサプライズして、サプライズっていうかなんか大きい声で言って、で、あの最後はサプライズされてたそう、でも嬉しかったです。なんかなんだろう、うん、メンバーに会えて、なんかね、集合写真も撮ったんですよ、みんなで一緒に写真撮ろうって言って撮ったんですけどね、みんなねレッスンの時ねすっぴんなんですね、もうだからめっちゃみんなすっぴんでこうマスクしてる感じで、あんまり写真を載せていいのかわかんないから、そうなの、ちょっと私だけの宝物にしてるんだけど、そう、すごいいっぱいみんな写ってくれてるからピカピカピカー、ありがとう、ピカ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 いっぱいありがとう、ケーキありがとうございます。なんかね、春がそわそわするのか誕生日がそわそわするのかわかんないんですけど、今日は一日なんかうーって感じでした。ありがとう。お姉ちゃんお祝いしてくれた、え、お祝いしてくれたよ。昨日の夜起こしたら
起こしたっていうか、なんかちょっと寝かけてて、で私誕生日になったよって言ったら、あ、おめでとう、寝て寝たんですよ。で寝て、で朝はなんかあんまり話したりができなくって、で LINE が来て、 LINE でおめでとうって、ケーキ食べました。もうお腹がいっぱいで、なんか史上満腹なんですよ本当に。お腹がそう空かなくって、もうずっと食べてる、なんかそのいっぱいごちそうだったからいっぱい食べて、昨日の夜でもねちゃんと電気消してあげたから、おいこおいこです。姉貴に何か買ってもらえるの？姉貴にはもう買ってもらいました、スイッチ。でも一回もやってないのまだ。姉ちゃんがさ、スイッチが早くやりたくてたまらないらしくてさ、一緒にやろうってなったんですけど、でさ私にさ、でもやっぱり私に買ってくれてからさ、一番は多分私がやってほしいって感じで、自分が先にするわけにはいかないから、私をね、私に早くスイッチやろうって言って、スイッチをつけて画面にまでもう全部、携帯じゃないや、テレビの画面にも映して、もう持たせてくれて、スイッチ本体もで、なんかはいやろうって言ってくれるんですけどそう、はいやって、でもまだ一回もやってないんですよ。ちょっと、あーちょっとこれ明日でもいいみたいな、明日とかもうちょっとコンサート終わってからでもいいって言って、ごめんね、コンサート終わってから頼むったら、なんか渋々切って、そう待ってくれてる、お預け状態。そうなんですよ、ずっと待ってくれてる。準備すごい。なんかお姉ちゃんはあれなんですよ、機械系、詳しいのかな、なんかもう私よりかははるかにいろいろとできる、そういうのが、だから全部設定やってくれてそう、あんたせんじゃろって、設定せんじゃろって言って、なんかいろいろやってくれました。わ、ありがとう。ミッキーさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。わ、二つもありがとう。ありがとう。ちょっと、後日になってしまいますが。ありがとうございます。ありがとう。生誕ティー今日届いたよ。なんかね、誕生日当日に生誕ティーが届いてるっていう声をよく聞くんですけど、皆さん生誕ティー届きましたか？私もねもらいました、生誕ティー届いたよ、来たよって、おーすごい、誕生日当日に生誕ティーが届くなんて、届いたよ、嬉しい、みんな届いてる、受け取った、ケーキありがとう。6周年来てくね、あ、6周年に生誕ティーぜひ来てください。あの6周年だけではなく、全然もう会社に来てってもいいですよ、いっぱい買い物しに来てってもいいですよ、あの全然あのお出かけに、はい、職場に、パジャマでも家着でも何でも着ていいですよ。もう脱がない
脱いで、ありがとう。公園には新幹線から線から来ていきます。新幹線で着替えるってこと？新幹線のトイレとかで着替えてくるってこと？え、みんなあれなの？なんか T シャツとかは現場で、現場について着替えるもんなの？着ていくの？もう家出るときから着ていくの？現場？家からの人もでもいる。羽織っていく。おお、なるほどなるほど。下に着とく。脱いだらセーターティーみたいな。家でおしゃれに着こなす？家から着るね。パーカーの下にでライブで脱ぐ。会場できることもある。え、お話し会で複数に行くときは着替えてるのかな、みんな。気になる。そういうの着替えてさ、例習うんかな。そうな、何枚か持ってとかんと困るよね。気になっちゃダメ。重ね着してる人、あ、重ね着するんか。あ、なんかこれクマみたいな、なんかありがとう、緑の。重ね着は透ける。おお、プロだ。なんかプロだ。意見を聞いた経験者だ。あ、順番大事。なるほど。あの、白い T シャツ系は下に着ないとね。濃いのをさ、中に着てたら透けるね。ありがとう。半袖。え、なんかさ、うん、外さ、今日日中暑いじゃんか。なんかもう半袖の人いるよね。びっくりするんだけど。なんか半袖の人ね、割とちらほらいたりするんですよね。びっくりします。あと日が伸びたなって感じる。6時とかでもまだ全然明るくって。タンクトップ？寒そう。ピカピカピカー。すごい、ありがとう。私はまだ全然長袖に長袖を着てます。で、汗かきながら日中は歩く。暑い。ピカ、ありがとう。暑い。まだヒートテック着てる？え？もう裏起毛も着れないね。ヒートテックも着れないけど。汗かく。
や私汗かきますよ。なんかよく言われたことがあって、私が公演中にあんま汗をねかかない、そう顔がかきづらいのかな、でも触ったらじんわりなんか湿ってるなんかあの両生類みたいな触り心地の肌。もうあの実はそのダラダラは書かないんですよね。けどそう書くのは書くんです。汗はちゃんと書きます。ぬるぬるすんの、ぬるぬるっていうかなんかひとひとベタベタ、ペタペタって感じ。そんな感じ。そうです。でも前髪の量が多いので前髪が濡れてこう何ですかシースルーになったりはほぼしません。いや、全くしないわけじゃないんだけど、基本ガチガチに固めてあるのでここら辺も。デコ出しいいかも。いや最近おでこは出してないですね。なんかやっぱりパッツンが落ち着くわ。なんか今日はやめとこって続けよったらない、もう機会がおでこ出すいけ決めとかんとね。パッツンかわいい。見たい。どうしようかな。おでこ出すときってさ、みんな後ろの髪は何してるんだろう。下ろしてんのかな。何してんだろう。まあなんか（笑）もしある日があればあのある日があればそんな日が来れば、いつかあるかも。眠そう。なんかさっきからねコメントでね眠そうっていう、なんか目が眠そうですねって。見てくださいこの目を、しっかり開いてるでしょ。眠くないよ。いや、なんかね、コンタクトがパサつくんだよね。ちょっと目薬さすわ。刺さった。伝統芸？伝統芸じゃない伝統芸じゃないですよ。入ってるの？入ってるよ。うるうるしてるでしょ。
ダイレクト。スースーするやつ。2階から目薬？どういう意味やっけ？不可能な、不可能だってことだっけ？あ、無茶ってこと？無茶。から目薬難しいってこと？だから私ことわざとか苦手なんよ。よく分かった？覚えてない。物事がうまくいかずもどかしいこと？それでは、アイドル人生は2階から目薬のことが多いかもしれません。でも、2階から目薬が入る時もあります。なので、入る時もあるって感じ。もう2階どころか。もう10回ぐらい高層階から目薬。STU は目薬さすのが独特な人が多いな。 STU メンバーの目薬さす姿あんま見たことないんだけど。見たことない。応援してる、ありがとう。今日ね、何歳ですかって聞かれることが多くってさ、朝ココアさん、外朝ねレッスン場向かってたらココアさんに会ったんですよ。で、あ、ココアさんおはようございます、前おめでとう、何歳なって言われて、あ、19ですよとかって言ったら、えっみたいな。でもなんか割と21とか2とか言ってもあんまり気づかれないんですね、メンバーにも。そこまでなんか一瞬えっみたいになるけど、いや本当に本当に。だって今日千穂ちゃんにも「え、何歳かね？」って言われて「23ですよ」とかって言って1歳ぐらいサバ読んでみたら「あ、23か、23はなんとかやね」みたいな言われて、で、めっちゃ本当に話がもうスムーズにいきすぎて「あ、すいません24なんですよ」って言って、だから「あ、すいません」って。意外と。メンバーはなんか結構気づかないんですね、2、3歳ぐらいは全然。なんで今日はメンバーに21とか22とか19とか言ってみんなを錯乱させました。私が本当は何歳なのか分かってないはず、みんな。もう19って言った時にココアさんが一瞬「えっ？」ってなって「えっ？」みたいになって、そうココアさん
もう19歳だからえまさかの同い年みたいな考えに多分なったっぽくって、すごいなんか混乱してた朝からココアさんはね今年20歳なのでね、ココアさんがね朝からねすごい名言入ってたんですよ。なんかまあねって、いくつになってもまだまだよって、何歳でもまだまだやけねって、すごいこうもうなんかかっこよくって朝からはい何かまだまだいろいろとあるみたいなまだまだこれからだ、まだまだよ、何歳でもこれからよって言ってたんですよ。かっこいいっす先輩。そう、何歳でもこれからやって言った、まだまだってな、そのそうまだまだこれからよっていう、そう人生5周目ぐらい、ココアさん何かさ、ココアさんがさ、え、なんかお話し会の見学に3期生の子が来てたんですけど、ココアさんがそれを見られたのが恥ずかしいって言ってて、なんか自分が話してる姿を見られて真似されたら嫌やみたいな言ってて、なんかもう知らんけーとかってココアさんよくね言ってるんですよ。なんかそれを真似、もし今度それをまた見られて真似されたら恥ずかしいみたいな。そう、そんなんじゃないけ、これをね真似されると恥ずかしいから、そう見学が恥ずかしかったらしい。かわいい一番にやってすいません。3期生今のところ6人まで発表され、そうなんか毎日3人ずつで、今日も3人あの TikTok で公開されてたのでぜひ見てみてください。あのなんだっけ、なんか名前とかあと年齢とか出身県とか、そういろいろそこで公開されてます。じゃあ私もさまだ知らないから今日もう9時を楽しみにしててそうメンバーは14人かな、増えます。愛媛の子、え、愛媛の子いるのかな、愛媛、もう愛媛もね広いけんね、どこか聞いてみたい。愛媛も結構なんかこう長いんですよ、こう広いんですよ。遠方、あ、そう静岡県とか岐阜県とか、そうそうそう、そうなんですよ。ようこそ瀬戸内へ、おいで、おいでなした日本語編、ようこそ
ね、引っ越してきたってことだよね。すごい。静岡県は、あの、金魚みたいな形のお茶が有名ですよね。お魚みたいな形のとこ、形で覚えてる。私ね、愛媛県出身で、いつも蛇口からみかんジュース出るってもう本当に本当にいろんな人から言われるんですけど、多分静岡県の人は蛇口からお茶出るって言われとると思う。絶対言われとると思う。だって私も言いたいもん。気になる。あるあるだよね。絶対言われてるよね。岐阜県は、岐阜県は海なし県じゃない？これは瀬戸内海に心惹かれますわ。岐阜県、ここですね。海がね、ない県が多分何個かあるよね。5県ぐらいあるのかな、日本には、ね、瀬戸内海。8県ある。え、そうなるん？めっちゃあるわ、海ない県。その地図何？教科書？これはね、そうです、教科書です。小学生の地図帳、これが一番見やすいんですよね。地図、ここは日本地図。これで位置を確認。でも静岡県と岐阜県って近い。近いです。中部地方なんかいいね。愛知県、ほいほいほい、いいかいね。え、なんか静岡県さ、私さ行ったことないんだけどさ、静岡県だっけ、行ったことないんだけどさ、一回雪の影響でさ新幹線が止まった時が静岡県だった気がする。それで行ったことがある。なんか雪の影響で新幹線が止まって2時間ぐらい動かなくなって、で静岡県で降りるかっていう話になって、そうで、ここでもう降りてホテルどっか泊まるかって話になったんですけど、結局帰ったんですけど、そう、帰った時が深夜だった。山中湖って静岡、え、待って、これ山中湖映っとんかな。山中湖強い、映っとるよね。湖、山梨県じゃない、あれ、これ違う、山梨県。待って、富士山ってさ山梨県と静岡県の間にあるんだよね。ね、どっちが、え、論争あるの？そうなの？半分こにしよう、じゃあ。半分ずつで。デリケートな問題なの？じゃあ、あんま何も言わんほうがいい。
あ、富士山は富士山でいいんじゃないですかね。じゃあ富士山、富士山見たことない。富士山見たことはある。高さわかるよ。3776メートル。みんなでなろう富士山。って覚えました。校長先生が言ってた、みんなでなろう3776メートルです、富士山。そう、みんなでなろうで覚えたら簡単。語呂合わせわ、ありがとうわ。ゆうゆうさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。その語呂合わせ初めて。そうなの？覚えやすいよね。ピカピカ、ありがとう。みちゅさんがコスプレしてた。え、してた。なんかみちゅさんがね、頭が富士山だったの。びっくりして。そう。本当になんか多分ツイッターとか載ってます。頭が富士山だったんです。富士山のコスプレしてた。そう、話し会の時にすごい、あの頂上が雪積もってて白くなってて、そうで髪の毛全部水色で、すごかった。綺麗な水色の髪だった。ありがとう。なんかね、前日になんか話してて、なんか3期生の子たちがお話し会を見学に来るかもっていうなんか噂があって、でなんかみつさんはなんかお話し会1日目は嘘みたいなコスプレをするってから、なんか富士山かぶるんだよねみたいな言ってて、で初めましてが頭が富士山だったらうわーって言ってて、どうしよう、頭が富士山で初めましてするのはうわーってなってたんですけど、2日目に話し会2日目だったので、あのみちゃさんは頭富士山では確か会ってなかった。回避してたよ。気にしてた。まあでも確かに初対面で頭が富士山だったらもう富士山のイメージがつきますよね。あ、富士山、頭が富士山。ねえ、でもね、STU 結構コスプレする子が多いんで、お話し会の日はもうすごいですよ。もう見たことない光景が広がったりする。コスプレの人がいろんな人がいるから。そう、ありがとうございます。マイキュー今回コスプレ予定ないの？あ、チャイナ来ます、チャイナ。あの、どっかでチャイナ着るわ。決めてないけど、もうチャイナは
着ようと思ってて、いつでもいいや。でも半袖だからあの寒くない時がいいな。日にちどっかチャイナにします。赤か青なんだけど、赤着ようかな。そう、赤着たことない。青も着たことないんだけどね。王道でしょ、赤、赤チャイナ。髪型何？でもなんかチャイナって言ったらお団子ってイメージあるわ。ここか、まあ、ここ、まあ、でもここ、ここかな。あとコスプレはチャイナやろうかなって思ってるぐらいで、特にそのチャイナゲットしてるというか今手元にあるからチャイナ着ようって思ってるくらいで、あとはね何も決めてない。アーニャお願いします。なんかさあれかも、アニメすぎたらダメかもしれん。アニメすぎるっていう単語がちょっとよくわからんけど、アニメすぎたら微妙かも。制服着てください。いずれまた制服を。スーツ、なんか前回いたよ、新入社員みたいな感じで、あの4月だから新入社員って感じで、みんななんかスーツ着てるメンバーいた。会社かと思った。会社に来たスーツ。そう、メンズスーツあるよ。あ、そう、髪の毛短くなんかウィッグかぶりたい。あと6分しかないよ。フォーなの？ドルはありがとう。誕生日が終わる？ 5、6、7、8、あと3日後にはリクアワが来るよ。ね、ほんと誕生日終わっちゃう。みんなありがとう。ありがとう。わあ、ありがとう。わ、いつきちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。オーバーチュア入ってますか？この顔の表情で。いや、私ねすごいね、あの前はさ、これ時間あるかな、48グループ全体でさリクエストアワーやってたからさ、自分が出る曲がもう本当にあったらいいなって感じで、それ以外はひな壇とか登ってたんですけど、やっぱ全曲 STU ってことは自分が出てる曲もね
あるわけじゃないですか、いっぱいでさ、 STU メンバーだけだからさ、どのタイミングでひな壇行けるんだろうとかさ、すごい考えててさ、どうしよう、私もちょっとテンパりそうです、ちょっと本当に。いや、なかなかね、すごいね、ひな壇ある、ひな壇あると、え、ありますよねなんかリカオといえばひな壇じゃないですか。言っていいの？まあまあまあ。ないかと思ってた。いや、リカオはね、ひな壇あるもんでしょ。ね。あるもんでしょ。いや、分からん、私もあるんか分からんあるんか分かりませんね、あるかな、あったらいいな、まだセット見てないけんね、本当にあのね、あのフェニックスホール見に行かんとね、分からんけんね、あったらいいな。あ、男女呼ぼうっとあ、なんてこった、なんてこった。ホフマンさん、カズさん、サルキチさん、ボンちゃんさん、ノママルさん、東京のソナさん、ミッキーさん、ピロミンさん、モックンさん、モリモリさん、タカノリさん、元町さん、ユウユウさん、ありがとうございます。で、めっちゃタワーたくさんいただいてありがとうございます。ちょっと時間がちょっとかかっちゃうかもしれないので、ちょっと待っていただけたら嬉しいです。コンサートがさ、コンサート終わる頃になっちゃったらごめんね。ありがとう、たくさん皆さんお祝いしていただいてありがとうございます。あの本当になんか、そう、めっちゃ嬉しかったです。ありがとう。おやすみ、おやすみ、明日は4月5日です。24歳もよろしくお願いします。いい日になった、うん、もうみんながいて、みんながいたからいい日になった、最高、ありがとう。おやすみ、おやすみなさい、ありがとう。また明日、また明日もよろしく。また明日。